こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は、オーストラアマゾンのサポートをしてて使うアマゾン室の用語、それについて、いくつか説明します。出品で使う用語ですね。よくカタログの URL くださいとか、商品ページくださいというふうに話してますけど、カタログというのはこの商品ページのことです。アマゾンの場合はね、いろんな出品者が相乗りするんで、 まあ商品ページと言ってみたらカタログという呼び方。まあこれは Amazon のサポーターもそういう使い方しますけど、まあ、私の方もカタログ、あるいは商品ページと言ったらね、この商品が載ってるページだということで話してますんで、まあそのように理解してください。それからランキング。ランキングある商品を販売しましょうと言ってますけど、まあランキングっていうのはね、このカタログページの下の方にプロダクトディテールっていうところがありまして、そこにこの Amazon ベストセラーランク9いというのが出てきます。 これが表示がない場合は、え、ランキングがない、つまり売れてないというカタログになりますんで、基本的にはそのカタログには出品しないと。で、稀に、稀にっていうかね、割と、え、このランキングないのにね、え、レビューがついてるとありますけど、これオーストラリアで売れてなくてもアメリカアマゾンのレビューを引っ張ってきてるんで、レビューあるから売れてるということにはなりませんので、ご注意ください。それから FBA と、ね、FBA 何人いますか 結局自己発送で出品してる人ね、何人いても大して売れないんで、まあ実際のライバルは FBA 利用者だけという形になります。で、この FBA いない場合は、このプライム表示ないです。ね、プライムって表示が出てきません。で、プライム表示のところにチェックを入れると、プライムが誰かというのが出てきます。それから出品というのは商品をカタログに載せること。 で、FBA 納品設定というのは商品を FBA 倉庫に送る手続きです。ま,あ、またね、えー、何でしたっけと確認していただいてもいいですけど、まあ、この用語の使い方はね、えー、そんな風に、えー、カタログ、えー、ランキング、FBA、それから出品、FBA 納品設定ということでね、これ非常によく使う用語なんで、えー、何を言ってるか、まあ、覚えておいていただくとサポート、あるいは質問がスムーズになりますんで、えー、ランキング、カタログ、 商品ページ覚えておいてください以上アマゾン室サポーター堀秀夫でした